トゥンクハッサン・ムハンマド・ディティロは、インドネシアから、アチェの独立を目指した反政府組織、アチェスマトラ民族解放戦線の最高指導者。生涯の大半を国外で過ごしたが、アチェ人からは、民族の象徴として、尊敬を集めた。1925年、オランダ領東インドのアチェピディで生まれた。祖父のトゥンクチ・ディティロは、アチェ王国のウラマーで、 アチェ戦争の際にはオランダへの抵抗運動を指揮し、1973年にインドネシア国家英雄の一人に選ばれている。成人ゴジョグジャカルタ市の大学に進学し、在学時に勃発したインドネシア独立戦争に参加した。1953年、アメリカ合衆国のコロンビア大学に留学し、同時にインドネシア国連代表部のスタッフとして働いたが、同時期に、 アチェの独立を求めるダルルイスラム運動に共鳴し、1954年にインドネシアイスラム国の国連大使兼アメリカ大使に就任。このため、インドネシア政府によって国籍を剥奪され、数ヶ月間、エリス島に滞在した。その後、ハッサンはアメリカで実業家として成功し、1974年にアチェのロクスマウェイ市で開発が進む天然ガスの パイプライン契約の入札に参加するが、インドネシア政府が講演するベクテルに敗れた。インドネシア政府は、アチェから算出される豊富な天然資源の利益を独占したため、アチェでは、インドネシア政府への不満が増していった。また、発散個人も、同時期に、ジャワ人医師の怠慢により弟が病死したことで、インドネシア政府への反感を抱くようになり、 かつてのダルルイスラム運動の人脈を活用しアチェの独立を画策する。運動の開始 GAM 独立旗を掲げる GAM メンバー1976年12月4日、ハッサンはアチェスマトラ民族解放戦線を組織し、アチェスマトラ国の独立を宣言した。ハッサンは独立宣言の中で、インドネシアの多民族国家としての姿はオランダによる植民地支配の結果であり、 民族自決が成立していた植民地支配以前の状態に戻るべきとしてアチェ王国の継承を主張した。ハッサンはダルルイスラム運動の指導者だったセカルマジマリジャン、カルトスーイルヨやダウドブルエたちがシャリエアを元にした分離独立を求めたのに対し国際社会の支援を得るために民族独立を掲げた。またダルルイスラム運動参加時には ジャワ人との共存を実現するため連邦制を主張していたが独立宣言ではこれを否定した。しかし GAM は国際社会やアチェ住民の支持を得ることに失敗したため天然ガスのパイプラインや国軍施設などへのゲリラ活動を行った。1977年アチェスマトラ国の存在がインドネシア政府に発覚しスハルト政権は インドネシア国軍をアチェに派遣し、GAM とアチェ住民を分断するため、また、国際社会からの関心をそらすため、インドネシア共産党残党による抵抗と発表し、独立運動を弾圧した。同年、国軍からの襲撃で足を負傷したハッサンは、マレーシアに脱出した。亡命後の活動1 9八十年、スウェーデンのストックホルムに亡命し、亡命政府を樹立、同時に、 スウェーデン国籍を取得した。以降はスウェーデンからアチェの幹部たちに指示を出すようになった。1980年代に入るとイスラム色を排除した世俗的な政策を行うインドネシア政府に反発するアチェ州政府や知識人が GAM を支持するようになり、ハッサンはアチェで兵士募集を進め、同時にリビアからの協力を取り付け指揮官たちの軍事協連を施した。 1988年、ピリの国軍施設襲撃を契機に本格的なゲリラ運動を開始し、1989年にはリビアから帰還した指揮官たちが加わり、攻勢を強めた。1989年末、スハルト政権はアジェイ帯を軍事作戦地域に指定し、陸軍戦略予備軍や陸軍特殊部隊など大規模な部隊を動員して、相当作戦を展開し、 1992年までの間に GAM 幹部の大半が逮捕、殺害された。しかし、陸軍戦略予備軍や陸軍特殊部隊はゲリラの洗い出しと称して、アチェ住民に対し拷問、虐待、殺害、強姦などの人権侵害を行ったため、かえって GAM への支持を高める結果となってしまった。運動の激化と終結1998年。 スハルト政権が崩壊し、新たに成立したハビビ政権により、同年8月にアチェのドム指定が解除された。2000年1月、GAM はインドネシア政府と初の和平会談を行い、同年6月から2001年1月までの停戦合意が締結。2002年12月9日には敵対行為の停止協定が結ばれ、和平に向けた具体的なプロセスに入った。 しかし、停戦合意後以降も、GAM と国軍の衝突が続き、アチへの武力鎮圧を求める声が高まったことを受け、メガワティ政権は2003年5月19日に、軍事非常事態を宣言し外国人のアチェ入域を禁止した。非常事態宣言発令により再び衝突が激化し、2004年6月15日には、メガワティ政権の要請を受けたスウェーデン警察により、 亡命政府首相のマリク・マフムド、外務大臣ザイニアブドゥラと共に逮捕されるが、健康上の理由により釈放された。2004年12月26日、スマトラ島沖地震発生を契機に、甚大な被害を受けたアチェの復興を優先するため、ユドヨの政権との和平交渉を開始。2005年にアチェの高度な自治権を認める和平宣言が受諾され、 12月27日に GAM は武装解除し独立運動は終結した。ハッサンの墓とソフトゥンクチディティロの墓2008年10月11日、ハッサンは約30年ぶりにアチェに帰郷し歓迎式典に出席するが2000年に発症した脳梗塞の後遺症で演説することができずマリク・マフムドが原稿を代読した。ハッサンは2週間ほどアチェに滞在し、 スウェーデンに帰国した。2009年10月、ハッサンは再びアチェに帰郷した。以後、ハッサンはアチェの政治プロセスには参加せず、死去するまで同地で過ごした。2010年6月2日、インドネシア政府からインドネシア国籍を与えられ、56年ぶりにインドネシア人に戻った。翌6月3日、多臓器不全のためバンダーチェの病院で死去した。死去に際し、 アチェ州知事のイルワンディウスフは彼の夢は実現したと信じます。彼は平和と繁栄に満たされたアチェを目にしましたと弔意を表明した。ありがとうございます。